えてどうやって攻め手を作っていいか、加藤が絞って指宿に残して、さあこれです。加藤智がヘディングシュート、ラファエル・シルバー追いつきました。新潟2対2、 4-4-2 に変えた後半の新潟、あっさり始まって4分、追いつきました。ゲーム振り出し2対2です。小塚一人外す、レオシルバ、コルテス、コルテス入ってきて決めた。10番ラファエル・シルバ、先制はアルビレックス新潟。この開幕戦で決めたのは10番のラファエル・シルバ。アウェーの新潟先制。島村、右サイド藤田、しかしここは奪われた。おお、ここは相手は6人いますが、その間戻す。コルテスがいる中央には指宿がいましたが、コルテス入っていく、田中達也がいる。さあコルテスクロス、指宿決定的なチャンスを演出しました。コルテス小林俊介も何かを掴んでほしいという話をしてこのピッチで伺っています。さあそのコルテスです。ここまでチーム3アシスト、スルーパスを出してきて田中のクロス、キーパーこぼしている。よく掴み直しました。クラが一旦ボールを落としたかに見えましたが、よくもう一つ掴み直しました。ちょっとタイミングを剥がしたよ。コルテス、チャンス、イブスキー、あとちょっとで前半終了というと。懐に入れて、加藤のワンタッチ。コルテスからリターンが来た。どこチョイスだ、遠いサイド、ラファエル・シルバー、中に入ってくる。エリアに入ってきた。まだ持って。ここはコルテス。元ブラジル代表コルテスです。一旦落として平松から左サイドに入っている、今は加藤前に送って、コルテスここでボールをキープするか。コルテス中を、中に入ってきた平松がいるぞ。その平松がバーサイド、ラファエル・シルバー。
今日が負けたくないという思いが強い、今日はあいつらバチバチやってるなと、そんなところを見てほしいという話をしていました。コルテスチャンスになるか、シュートは、うん、逆にプレッシャーをかける新潟、コルテス、左サイドバックのコルテス、ファールをもらいました。富山が受ける、コルテスが奪い取る、徐々にこう出ないとというのはそのあたりに通じてるわけですね。そうですね、さあ裏を狙ってきて遠藤、コルテスの対応です、うん、あちょっと一人剥がして、優しいパスを入れて伊藤の足元、コルテスです、取りました。豊田右サイドを見ていたキムミノのところ、コルテス対応しました、うん、そして、ね、左サイドがグンと空いている、その田中達也を使う対応に